2018明治安田生命 J2 リーグ第17節、この時間は大宮アルディーダ対釜玉アレさぬきの一戦をお届けいたします。今日の舞台はナックファイブスタジアム大宮です。そして今富山隆光が J リーグ通算100試合出場達成ということでセレモニーが行われています。前節からの変更で言いますと菊池に代わって山越1枚です。前線の並び左マテウス、前線に富山大前の2トップという形になっています。大宮アルディージャです。たまたまあれさぬきのフォーメーション確認しておきます。 4-4-2 のフォーメーションを予想しています。左のサイドバックスにアレックスが復帰、そして中盤の底には高木、そして左に森川という前節の後半から入った2人が今日は先発です。ショートコーナー行きます。佐々木拓実ダイレクトファーサイドへヘディング、これは決まってます、ゴールイン。先制釜玉アレ、決めたのは木島です。いや素晴らしいゴールでしたね。コーナーキック変化をつけて、はい、まあ、守備では不得意ですけど攻撃でね得点を取りましたね。まあ、逆に笠原選手こう被ってしまいましたよね。渡辺、高木、森川の後ろから西、いいコントロール、西、中、森川、いやいいクロスだったんですけどね。決定機でした。西選手から森川選手がね、本当にもう完全にゴール前でフリーになってましたからね。いや、わずかに右です。山越選手がなんとか触りましたね。1対3の状態なのに仕掛けていく、はい、この判断のところですね。坂井のクロス、そのままゴールイン。外巻いていきました。いい時間帯でのゴールですね。これね、うまくサイドチェンジしてこの中に切り込んでのシュートだったんですけどね、はい、まあ、もちろん技術的なものが非常に良かったっていうのもありますけど、やっぱりこのボールを動かすっていうところ、はい、相手を広げるっていうところがうまくいきましたよね。富山受けに来る、中に来た大山、取った、富山倒れて PK、 エリア内です。アレックス富山を倒してしまいました。左、きっちり決めました。お前元気、アルディージャ逆転です。川面、マテウス、川面です、外して間、お前リターンしに行く、マテウス前に持ち出す、クロス、足元こぼれている、クリア、まだある、お前元気。川面ですか、最後ね、マティオスから、はい、このワンタッチのこうドリブル非常に良かったですね。左サイドバックの川面選手がね中に入ってって、いやポストですね。武田、足元入れる、木島へ、体使う、いいターン、うん、いいターンですね。ただこれは2人で味方が戻ってきて、島田外した、中へのドリブル、相手の前に入る、島田カットイン、島田、いやいいドリブルでしたけどね。3人ぐらいですか、ここからです。中盤で、まあ、1人ですよね、2人3人ですね。大宮は全員戻ってます。またショートコーナー、これもですよね。ファーサイ中央ヘディング、そうですね、同点、さぬき決めたのは中島。こ
これもあの前半の、ね、得点と同じですよね、はい、ショートコーナーに対して1人は行ってるんですけど、まあ、キッカーと、ね、サポートしているこう2対1作られてますよね。本来ならこれマテウス選手が多分行かなきゃいけないと思うんですよ、はい、コウモトヘリンクセカンド拾ってシモビッチに入る、右使ったトスカーの中スプリントしていく、スペースへ奥井マイナス気味、いやサヌキもよく戻りました。試合終了、2対2ドローゲーム。木島の先制ゴール、前半のうちに大宮逆転、後半に入ってサヌキ追いつくという展開でした。明治安田生命 J2 リーグの第17節、大宮アルディージャ対釜玉アレサヌキ、2対2ドローで試合を終えています。